どうも、皆さん、工藤でございます。今回はですね、ポケモンスリープのちょっとお話をしたいなと思っております。まあ、例に漏れずね、今日も寝坊しまして、はい。まあ、ちょっとね、今日は別の話しようかなと思ってたんですけど、いや、まあ、寝坊したし、なんかもうちょっと軽めの方がいいかなと思って、はい。まあ、昨日仕事もね、あったし、まあ、今日も仕事なんですよね。まあ、そういうのもあって、まあ、ちょっとなかなかね、時間かけていられないというのもあって、軽くちょっとポケモンスリープの、まあ、あれイベントなのかな?ちょっとわかんないんですけど、ポケモンスリープで、昨日かな?から行われている、グッドスリープデイというものが、ありまして、ちょっとそのお話をね、まあ、してみようかなと思っています。8月30からですか?ごめん、違うわ。8月29日13時から、9月3日の13時?あ、違うな。ごめん、ちょっと待って。開催期間とかはよくわかんないな。これどうなってるんだ?一応調べたんですけど。あ、これだわ。あったあったあった。ごめん。8月30日の4時。4時。朝の4時ね。から、9月2日の、3時59分。まあ、4時直前までってことですね。に開催されているみたいです。グッドスリープデーということで。てか、そもそも皆さんポケモンスリープやってますかね?はい。私はね、毎日本当に計測して、で、毎日 X に上げてるわけなんですけど、まあ、ポケモンがすごい好きかって言われるとそうでもないんですけど、うん。まあ、私は睡眠の質はなるべく高めておきたいということで、まあ、睡眠計測自体はね、結構前から、そのギャラクシー、スマホのね、ギャラクシーに付属のアプリなのかな、うん、を使ってね、やってたんですが、まあ、ただやっても面白くないだろうってことで、ポケモンスリープにね、ちょっと乗り換えたっていう感じで、もうずっと毎日。これに関しては今んとこ本当に毎日やってますね。まあ、寝ない日は多分ないと思うので、寝る前にポケモンスリープを、まあ、計測状態にしない限りは、うん、休むことはないかなとは思うんですけど、はい、今のところ毎日継続しております。まあ、そのポケモンスリープで、8月30日、まあ、昨日の4時から、9月2日の3時59分まで、ポケモンスリー、あ、グッドスリープデーというのが開催されています。はい。今日1日目だったかな、だからね。うん、今日31日なんですけど、あ、どうなんだ、昨日でも、あ、でも寝始めるタイミングが大事なのかな?わかんない。私だってもう8月29の、まあ、夜9時とか10時ぐらいに寝るじゃないですか。で、その後、8月30の午前4時を回るわけですから、グッドスリープでは関係ないのかな?はい。まあ、今日今朝起きたらね、スコアがあるんだよね。ポケモンスリープって寝た時の。で、そのスコアに対して、1.5 倍が今日はかかっていました。で、どうやら今日、8月31日の夜ですね、に、寝て、明日の9月1日の朝起きたタイミングの時には、かける2倍だったかなに、なってるみたいです。あ、そう。なんか満月の日らしいんだよね。今日なのかな?うん。今日8月31日が満月の日らしくて、まあ満月の日が、なんていうの、その、眠ることに対して、なんかいい影響を与えるのかどうかはちょっと私にはわかんないんですけど、まあその満月ということで、なんかグッドスリープでになっていて、で、普段はね、眠った時間によってスコアが決まって、あとはそのカビゴンの、その成長具合っていうのかな、に、カビゴンの成長具合にその睡眠のスコア、まあ1から、あ、1、0点もあんのかなから、100点までの間のスコアに対して、結果が出るんですけど、そこに、まあ、かける 1.5 倍だったり、かける2倍だったりっていうのが、まあ、出るということで、まあ、より、なんていうのかな、多くのポケモンに出会う機会があるんじゃないかなと思います。はい。まあ、なので、まあ、期間的にはすごく短いですよね。うん。まあ、今日が私は1回、そのかける 1.5 倍をしてもらったんですけど、今日寝て、明日の朝起きてかける2倍でしょ?3日までだから、あと何回できるんだ?
1日の朝寝て、2日の朝でもう1回で、これ3回かで、2日の夜寝て3日の朝起きる。どうなんだろう。わかんないわかんないけど、はい、まあなんか2倍とか 1.5 倍になったりするんですかね。まあその辺はちょっとわかんないですけど、うん。あとは、あ、なんかアイテムも販売してんのかな。グッドスリープデーグリップ、グッドスリープデーパックボリューム1みたいなものも、まあ販売されてるっぽいです。うん。あとなんか1000万ダウンロードも達成してプレゼントもされてるみたいですけど、うん、まあ私もね、そこまでガチでやってるかっていうと、まあそこまででもないかな。うん。まあほどほどにカビゴン育てて、ほどほどにポケモンのレベル上げてっていう感じで、うん、ちょこちょこいじって、まあやってるっていう感じです。はい。まあ、もちろん課金はしてないです。はい。ヘブ版でもね、課金してないのにポケモンスリープで課金することはまずないかなというふうには思いますね、個人的にはね。はい。まあてな感じで、ここ数日っていうか、まあ昨日一昨日あたりからね、はい、グッドスリープデーが始まって、9月の、あ、ん？これ開催2日か。あ、ごめん、違うわ。あれ？そっか。9月の2日。だから今日寝て2倍。今日の夜寝て、明日の朝。3時59分になってんだよな。よくわかんない。それよりも前に睡眠継続始めればいいのか。そういうことかな。うん。だから明日の朝2倍になって、多分それで終わりだね。はい。なので、っていうことは今日急いでやってよかったですね。うん。今日別の話題話そうかなと思ってたんですけど、まあ、まだね、ポケモンスリープインストールされてない方とかもね、いると思うし、まあ、ちょっと離れてしまったっていう方もいると思うんですけど、まあ、今日は、まあ、グッドスリープで、多分初めてだと思う、あ、でもないのかな、わかんない。私も始めたの結構遅かったからね、うん。まあ、もしね、ちょっと離れてしまったとか、っていう人は、ぜひ、これきっかけにね、また始めてみるといいんじゃないかなと思います。睡眠大事でございます。まあ、私みたいに継続してても寝坊することはあると思うんですけど、はい。まあ、今日もね、お仕事ありますので、お仕事して、まあ、ゆっくりね、眠りにつけたらいいかなと思っております。はい。ではでは、マジで今日はちょっと寝坊しちゃってね、この後もやることたくさんありますので、今日はここまでにしたいと思います。それでは、また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。